この物語は人類を宇宙へと導く手助けをしようとするソニー、JAXA、東京大学が手を組んで宇宙からの視点をアーティストに託してみるという初の試みを記録するものです。人類がこの地点にまで至り得た歴史的過程をもう一度振り返り、私たちはこの先どこへと向かえばよいのかを考えてみる手助けとなるような思考の場を持ちたいと思います。科学から空想へということで、続けてきた対談シリーズは今日で3回目ということになります。で、今回第3回はそういった外なる宇宙と、もう一つの宇宙ですね、内なる宇宙というものをどう照応させてきたのか、人間はその宇宙からの視点、その人間中心主義を超えた視点というものを衛星を持たなくてももしかすると持っていたのかもしれない、ということで人間の広大な内なる宇宙をどう見つめてきたのか、それは外なる宇宙とどういう関係があるのかということを今日は鏡さんをお招きして、いや、そんなしていきたいと思うんですが、まあ、最初に大風呂敷を広げるのがこの定談 の、 基本ですので、そこから少しずつ階段を降りるように、ね、でも、いいんですか、僕なんかでこんな、僕星占い師っていうか占いやってますけど大丈夫ですか先生。いやいや、そのいかがわしいところがいいんですよ。よかったよかった、そうおっしゃっていただけるとだいぶ気が楽になる。そうなんです。鏡さんもその、まあ、占星術師、占星術の実践者であるのと同時に、それを外からまたメタ的に見ているという両方の視点を持っていらっしゃるので、今日は本当にその話にふさわしいなと思って、来ていただいて本当に嬉しいんですけれども、今ここにお招きいただいてて本当に嬉しいのは、ちょっとお話したんですけど、ニューグレンジにとても似ているというわけですよ。アイルランドにある、まあ、古い石器時代というかね、はい、その時代の遺跡なんですけど、うん、その日もあそこのニューグレンジも、うん、その時代の人がちょうど冬至の日の日の出にこういうパッセージに光がまっすぐ入るように設計されてるんですよね、うんうん、ニューグレンジを知っててこれを設計したわけじゃなくて、これを設計している途中でニューグレンジっていうのがあるっていうのを気がついたんですよ。そうなんですか。これは何かこうお前やれって言われてるなっていうね、だいぶもう今から30年ぐらいここで設計している構想を考えている時ですね。で、やっぱり古代人の見た海を見たいっていうのと、人間が人間になった頃に天の運行を調べるために冬至の日というのが非常に重要になってくるっていうのを確認するための古代遺跡があるはずだという想定でこれを考え始めた。そしたら本当にあったと思ってたものが、本当にあるだろうと思ってたものが出現したっていうのは非常に驚きだった。今日いかがわしくてもいいって言われたから気楽に言うと、やっぱりアーキタイプっていうのあるな、やっぱり集合的無意識とかね、ユングの心理学が言いますけども、古代の人たちはどういうような心持ちでその時間意識っていうんですかね、その自分の将来をこう占いという形でも非常に大きな力を持っていたと思うんですよね。今はまあいかがわしさっていうのはやっぱり科学的な知見ということが判断の基準にこの200年ぐらいかなり傾いてきているので、いかがわしさっていうのは科学的にはいかがわしいと思われてるんですけど、何万年何十万年の人類の歴史の中ではほんのまだ一瞬ですからね。だから逆に科学的知見の方が疑わしいということを先生術の先生の方から言っていただく。それ言うとね、天文の渡辺先生怒られそうな気がするんですけど、でもまさにおっしゃった通りだと思うんですね、つまりガリレオにしてもコペルニクスにしてもケプラーにしても天文学の父と言われている人たちってのは全員占星術師だったんですよ。でそれで僕が子どもの頃に勉強した科学史の本だと、先生たちっていうのはもう本当は科学者なんだけれども、でもそのパトロンからお金を引っ張るためにいやいやながら星占いやってたんだっていうふうに書いてあるものが結構あったんですね。だけどそうじゃないんですよ、その時代ガチで彼女たちをやってて、ケプラーなんかも当時の先生術師を批判してるんですよ結構。でそういうところだけを見ると、彼らは近代科学の
本当に父だった、いやいや星占いやってたっていうふうに読めなくもないんだけれども、うん、でも多分逆でお前らと違って俺らはちゃんと新しく当てる先生と作ってるぞっていう意気込みだったんですね近代科学になろうとしてるわけではなくて、うん、彼らはまだ先生術と地続きのというか分離していない、しかしより優れた先生術を作ろうとしてたんだと思うんです。私のやってる占いっていうのは統計学だっていう人いるんですけど、そういう人を言葉通りに信用しなくていいと僕は思っていて、うん、っていうのは統計学っていうのはまさに近代科学の方法論ですから、うん、占いの方が先生おっしゃったようにもっとなもうな古いわけで、でそこでは統計とは違う感覚でなんかリアリティを持ってた気がするんですよ、うん、今我々星占いっていうと、うん、それこそ恋愛がどうなるとか、うんうん、自分はどういう人間にこれからなっていくのかとか、うんうん、ならなきゃいけないのかとか、非常に個人の内面と、うんうん、もうがっちり結びついて星占いというものが成立してるんですけれども、そういうふうに個人の内面を先生術が扱い始めたのは実は近代のことだと書かれていて、それまでむしろ内面はないぐらいの、それがちょっとびっくりしたんですね。それ本当今日の話とも関わると思うんですけども、うんうん、なぜ先生術が特に近代になって内面を扱い始めたのか問題。もちろん古代も心の中のことを扱っていたとは思うんですよね、うんうん、だけど例えば17世紀か18世紀に今単に心と外側っていうのを分けてますけど、うん、この、 区別ってもちろんギリシャの、ね、時代からあったわけでしょうけど、心の内に物の世界の法則が映し出されて人間が理解できるっていうことがこう見つけ出されたっていうのはすごいことだと思うんですよ ね、 そうですね。だからこの近代科学の始まりとして同じ一つの原理の中で動いてる、地上も天井もボールを投げる軌跡と月がこう軌道を回ってるのも同じ原理で解けるっていうのはこれはすごい発見ですよね。すごい発見ですよ。だから、その時点である種先生ってもう死んでるはずなんですねなんですけど、その時にほぼ多分同時期に内面と外面、主観と客観っていうのがやっぱり別の2つの世界が誕生したんじゃないかっていうか、より明確に意識化されたんじゃないかと思うんですよね。子供向きの番組とかでお母さんとかおばあちゃんが亡くなると、お母さんどこ行ったのって子供が聞くと、あの星になったんだよっていうふうにでさらにもうちょっと大人向けに行くと、いやお母さんは亡くなったけどあなたの心の中に生きてるのっていう言い方をするようになった。でこれは外側に広がっていたスピリットの世界が心の中に、なるほど、取り入れてしまった、内面化した、折りたたんだっていうことなんじゃないかなと思うんですね。今日ここに出口直のお筆先というのをね、かけてみたんですけども、京都の北の方ですよね、に生まれた農家のおばさんで、学校に行ってなかったんで文盲だったわけ、字が書けないおばさんに、もう相当高齢になってから畑仕事をしているとある日雷に打たれたように神の言葉を言い始めてですね、要は金輪の牛虎のように成り立つよっていう、こうなんか世界の終わりが来るぞみたいな意味なんですよね。それで手が震え出して、そこに筆を持たせて紙をつけたら言葉を書き始めたと、音で聞こえてきたものがこうっとこう書いていくっていうことなんで、現代に近い人でもこういうことが起こると、かもしれないですね。やっぱりこの稚拙に書き始めたこの字の形には何かある意味の力が、下手馬っていうんじゃないけど下手なんだけども、なんかすごいなというものがありましてですね。おみくじももともとこういうものだったらしいですね。本当はその巫女さんのような方に神がかりが起こって、でその都度オーダーメイドでこう、で必ずそれはね詩の形を取るんですって。で普通の散文では神の言葉はやってこなくて、韻を踏むような韻を踏む、だからやっぱり力があるんですよね。でこれ20世紀の初頭ですけど、もうちょっとだけ後ですけど、僕が少し勉強したユングにも起こってるんですね、こういうことって。ユング自身が、はい、ユング自身が第一次世界大戦の前夜なので、社会的にもものすごい動揺不安が起こり、ユングのパーソナルな人生でも不安が起こった時に幽霊の声を聞いちゃうんですね、でそれで、古代のアレクサンドリアのバシリデスっていう声が聞こえてきて、でそこからもう、いろんなビジョンを見て言葉が聞こえてきて、でこれは俺やばいなと思ったんでしょうね。これもうサイコシス、精神病気に入ってきたと思ったんだけれども、そこは心理学者のユングなので、これは治療、下手に治療しないで
この中に飛び込んでみようと思ってでそれを経験して書き記していくんです。でそれをあの、カリグラフィーとそれから中世風の絵、ユングも絵が上手なんですね彼ね、ユングね風景画も描いてるの先生。あ、そうなんですか。すごい上手なんですよ。マールブルット風のもうパワフルな絵とその、ミニチュアみたいなものを描いて、こんな大きい本にして、でこれを赤の書っていうふうに呼ぶんです。そうなんです。ここでまさか繋がると思わなかったんですけどその赤の書の第1ページ目に先生術が出てくるんです。でそれはあの、中世の福音書のような、なんていうんですかね、こう最初の1文字が大きく書いてあってアルファベットになってる飾り文字ですね。でそこを拡大して上を見ると、あの12球のなんていうんですかね、こうベルトが書いてあって、魚座と水亀座の境界線に太陽が書いてあるんです。でこれ何を表しているかっていうと、春分点が、春分の日に太陽が入る位置が水亀座に入るよっていうことなんですね。で60年代70年代にあの水亀座の時代がやってくると流行ったじゃないですか、アクエリアス、エイジオブアクエリアス、あれなんです、あれなんです、そのことを言っていて、あれは本当に人類史の転換点の時代が来たと、みんな若者は当時、ね、信じてたんですね。信じてたし、大人の分、うん、その社会をと全く違う自分たち の、 その世界を作るんだという、うん、あので実際そう、あのウッドストックの頃と、うん、まあ、ビートルズ世代っていうかね、それまではあの若者のファッションってなかったんですよね。あ、うん、みんな20歳ぐらいになるとちゃんとネクタイして大人になるっていう、そのジーンズでなんか T シャツみたいなのはその頃から生まれてるわけですからね。なるほど、そうか、そうですよ。でその中にスティーブン・ジョブズみたいな人もいて、完全にヒッピーでしたからね。そうですね、ヒッピーっていうのは大体神秘主義者なんですよ、大体多いんですよね、だからホール・アース・カタログルみたいなものが、ね、あってっていうことです。それからだからインナーワールドのインナートリップっていうか内的世界の探求なんて言葉が出始めるのって、まさにその時代ニューイージーですね。ですから僕は70年にカリフォルニアに行ったんですけどね、それまではもう全然日本では唯物史観とかやってたわけですよね、マルクス主義経済を。ご研究されてたんですよね、大学で。それで向こうに行ったらもうそんな誰もそんなヘーゲルとかマルクスなんて知らないですよね、なんみんな鈴木大拙とかばっかりで、まず最初お前悟ってるのかって、ね、特に日本人だったらそう思う。そう、日本人だったら禅とは何かとかもうすぐ聞かれましたよね。で、と思って必死になって、もう追試みたいなものですね、自分で勉強して、答えられないというのは非常に恥ずかしいなと思いました。日本人で仏教思想とか東洋神秘主義についてそんなにみんな関心あるのかと驚いたわけなんですよね。そのカウンターされる対象が、まあ、言ってみれば近代科学であり、うん、その近代科学と、まあ、うん、一緒になって発展してきたこの、うん、そうですね、この世界の政治的な枠組みみたいなことですね。でもスティーブン・ジョブズなんかみたいな人はそのカウンターから新しい、うん、もう一回世界が大きく変わるようなコンピューターの世界を考えていくっていうのも不思議なもんだなと思うんですね。そうですね。小石を入れた状態で鋳物にするんですよね。昔はこれ本当に鏡として磨いて写してるんでしょうね。雨乞いの儀式をすると、その時にどういう僧侶の配置するかという指し図ですかね、こういう設定ですると雨が降ると、占いとも通じるところがあって、風水の木が北東の方の比叡山の方から鬼門の方からこう流れてきて、ここで龍がこう水を飲んでまたこう活動するっていう、そういう霊気の通り道であると。読めば読むほど何かこう、何かありそうだなという気配がありますよね。あの急にね、秘近な星占いに引きつけて申し訳ないんですけどあの実は 今日ここすごいたくさんの方がいらっしゃってるんですけど、自分の生まれ星座ご存じないって方いらっしゃらないでしょ。これは何なんでしょうね。それに関心を持つどんな動機が我々のこの21世紀を生きる私たちの中に。多分これは昔の人からあんまり変わってないような、うん、ちょっと
気がしてるんですけど、うん、星占いとか先星とか占いっていうとね、うん、大体こう多くの人は予言を期待するわけですよ、うん、予言ないし具体的なアドバイスを、うん、だけど占いの現場で起こってることとか、うん、雑誌で我々が書いてることを冷静に見ると、うん、そうでもないんですね、うん、そうするとあなた何座でこんな人でしょ、うん、とかこんなことありませんかっていうと、うん、そうそうなんでわかるんですか、うん、って言ってときめくようなことがあって、うん、であれ考えたら変でしょ、つまりその場ですぐ当たってるってわかるようなことって知ってることやから、うん、基地のことなわけですよね。そう、自分自身について自分が自認していることが、うんうん、他人からまあ星占いというものを基盤にしてそうだと言われることに、はい、ときめいてるわけですよ、うん、でだから役に立たないんです、それ自体は自己確認、自己確認みたいなことなんですよね。だから新しい情報では全くないのに、うん、でもドキドキしたりなんでわかるのと言ったりする、うん、でまあ、そこには一種のこうマジカルな体験っていうのがあるんでしょうけど、うん、そこにマジカルさを感じるっていうのは何かなって考えたら、うん、自分が今生きてることとかこんな存在であるってことが、うん、偶然じゃなくて、うん、なんか星に現れてましたとか、うん、なんかこう、その因果関係の中に何か意味のネットワークみたいなものがあって、うんうんうん、そこに自分が位置づけられたっていうことに対しての快感なんだろうな、うんうん、と思うんですよ。だからこれは一種の宗教体験と言ってもいいかもしれないし、宇宙の中に位置づけられるっていう。で、これはですね、ちょうど18世紀の後半ぐらいかな、キーティフィジックとエネベザー・シブリーという人が出していたKey to Physics and Occult Science っていう本なんですけど、まあ、先生図も入ってるし、うん、でもこれ面白いのがこう物理への鍵ですね。ですよね。でとオカルトサイエンスってまだこの時代でも一緒なわけ。今だと混ぜるな危険っていうものなんですけど、見たらですね、こういう原生生物みたいな、うん、好きそうなものから、この当時光学機器がこう、ね、発達していって見えるようになってきた新しい視ビューですよね、視覚、うん、とか、それからこういうこれ結晶かな、鉱物のソルトとかのもの、はい、はい、とか、あとかあこれメスメリズムですね、これ催眠術のルーツになったようなものとかで、胎児が描かれてますね。だから要はこれ何かというと、オカルトって今の危ういなんかネッシーとかそういうものではなくて、超能力とかではなくて、自然界の隠された法則っていう意味なんですよ。でこれはもう15世紀16世紀から使われている言葉でありまして、でこれをなんか見ると、鉱物の世界、植物の世界、動物の世界、人間の世界、それから惑星天空界、それからもっと上の知性の世界とかに至るまでの全部網羅しようとしてるんですね、うん、でそれが別々ではなくて、それぞれ固有の原理で動いてはいるんだけど、うん、でもある種のこうはしごといいますか、鎖でつながっていて、ある種のこう魂、世界の魂が包み込んでいると。でそして、それがある種生きているがゆえに、シンパシーで共鳴関係、共感関係でつながるんだ。でそこを操作するのが魔術であり、科学であり、それからある種占いであるというような発想なんだと思うんですね。もっと魔術のことを知りたいなというのが現代のもう最先端のところで、もう一回フィードバックしていって、うん、再利用価値があるんじゃないかと思うんですよね、うん、また一回ゴミにしてたもん、うん、いや本当におっしゃる通りだと思うんです。19世紀の末か20世紀に宗教学が立ち上がった時にね、その呪術と宗教と科学を峻別しようとしたわけですよ。でそれで、その時に出てきた呪術論の大きなものっていうのは何かって言ったら、呪術はいい線いってたと、マジックスは科学になり損ねたんだ。でなぜ間違えたかっていうと、誤った観念連合だって言ったんですね。さっき言ったまさに先生実的な世界観で、似ているものは似ているものと響き合うっていうふうに考えた。でこれはイメージの中ではそうだけど、物理的にはそうじゃないってことを、まあ、彼らは知らなかったんだと。だから藁人形に打つと有効なんだと思ってたわけですね。だからこれ誤った科学というふうにフレーザーとか、その人たちは考えた。で
面白いのはフレーザーが何て言ったかっていうと、そういう魔術の原理を共感呪術って呼んだんです、うん、シンパスティックマジックって呼んだんですね。共感共に感じる、うん、共感する魔術、うん、で似てるものは似てるものと響き合う、あるいはくっついてたものは離れても、うん、こうつながり合ってるっていうふうに、人間の頭の中ではそうなってるけど、うん、要するに心の中ではそうなってるけど、うん、物理的には違う、でだからこれ誤ってるんだ、うん、でも昔の人はそんな風に誤ったことを信じちゃっていたんですよと、うん、でもこれは正しい論理まであと一歩でしたっていう見方、うん、未成熟な科学だったというんですよ ね、 でもでも この時の共感っていう言葉がルネサンスの時代まではシンパシーっていうのが世界をつなげている愛の力だったんですよ、うんうん、でそれでなんかさ、やっと最近そういうことが僕は言えるようになってきたんですけど、いやこれ確かに今の近代科学から見たら誤りかもしれないんだけど、人間の知性はひょっとしたらこういう誤りができるぐらい精緻なのかもしれないっていう、うん、そうですね、人類人間の心をある程度支配する原理っていうのをもう一回蘇ってくれるような気がするんですね、うん、蘇らせるのがいいかどうかともかくそのことをもうちょっと考えておかないと、うん、そうですね、この先の人類の行く末がかなり暗いものになりそうな、うん、やっぱり啓蒙主義というのはすごかったですね、ベルトルトのね、それがまあアメリカの独立戦争の支えになったし、うん、フランス革命の支えになって、うん、これからはこれで行こうと思ってから200数十年でここで破綻一回破綻しつつある、それに変わるような新啓蒙主義みたいなんですよね、うん、なんか民主主義に変わるようなもの考えなくちゃいけないんですよ、人間は。ユングが好きだった錬金術、うん、ユングが、ね、好きだった錬金術の言葉で、暗きものをより暗きものによってっていう言葉があるんですね、うん、だから言い換えると非合理的なものは非合理的なアプローチしないと対処できないっていう言い方もできるかもしれないし、うんうんうん、なんか今啓蒙主義ってエンライトメントっていうわけですね、エンライトなんだけど、うん、もしかしたら魔法の世界ってエンチャントだから、うん、エンライトからエンチャントへっていう魅惑する方向へ、うん、でそれやっぱり危ないんだけ ど、 でもその危なさも分かった上でエンチャンティングな何かっていう、うん、どう考えてもいいのか、それまさに芸術の世界ですよね。そうするとアートの世界にね、うん、またその戻っていくっていうか、古代のアートの力っていうのはすごかったんだよね、うん、そういう占いとかそれも一つのアートなんですよね、うん、人間の心の調和が崩れることによっていろいろな戦争も、まあ、人間の心が決めるものですから、ね、それを破壊的な方に向かわせないもう一つのエンチャントな魅力、うんうん、強さに変えていくことができればということを、うん、このそのエンライトの光の到達する井戸の底で、ありがとうございました。